いつも投稿ありがとうございます。ありがとうございます。いやまあ子供たちは夏休みに入りまして、はい、いろんな、計画をしたりとかね、うん、まあ、僕ら子供の頃本当にあの川で遊んだり虫取り行ったり、うん、結構楽しかったです。何やってました子供の頃夏休み。夏休みの友真面目だ。毎日やってましたか。ちゃんと毎日毎日やってました。いやいやいや、昨日の天気は何だったっけとか。でも昨日じゃん昨日じゃん。俺はもうほぼ最後にまとめて最後の1週間で40日分をやってます。40日分。天気なんか適当ですよそんなもの。確かに確かに、うん、あとラジオ体操とか行ってました。そう、ね、朝早く行ってました行ってました。休みの日ぐらいゆっくり寝たいとか子供ながらに思ってた。お袋に起こされてさ、行ってくださいって言われて行ってたんですよ、うん、で小学校1年生初めてじゃないですか、ええ、でお袋に起こされてって言ったけど、行ったらさいないぞ誰も。日曜日は休みだったのよラジオ体操って。あ、それを知らないからお袋に起こされてさ、日曜日って一人でさ、まあ、その二日市のさ農家の方のお庭でやらせてもらってたんですよ、はいはい、一人でさ来ねえな友達いいと思って、え、農家の庭に一人でいる小学生をたらそこの方が出てきて、ほら進むくん何しようとって、うん、ラジオ体操休みよ今日って言われて、すっごい早く言ってくれよって。本当だよね、うん、まあ、それなんかそういう思い出がありますよ ね。はい、ということで、はい、今度のお題も夏休みということでですね、旅行に行かれる方も多いと思います。そうですね、その、旅行の行き先おすすめを国内外問わず、教えていただきたいと思います、はい、まずおすすめの都市や市町村を言ってください。で水木さんの行ったら何があるのに金サイトリスナーお得意でしょ、ダジャレで答えてください。例えばですね、はい、こんな感じです。ホンジュラスです。行ったら何があるの。どんなに綺麗に並べても初棚のホンジュラスとホンジュラスホンジュラス無理やりだね、まあ、ダジャレってこんなもんですから、うん、一つたくさんの投稿お待ちしてます